うん、さあ、ということで、今週の猫ちゃんニュースはこちら猫ちゃん、激痩せに成功んえー、アメリカ、ミシガン州に住む猫、ブロンソンの激痩せっぷりが話題になっています。<laughs> ブロンソンは保護猫で、引き取られた時には15キロもあったため、飼い主はブロンソンのために減量プロジェクトを開始、3年後には7キロの減量に成功し、現在は8キロのスリムな体型になりました。うわうん、めちゃくちゃ痩せてる写真で。 とんでもね全然違う猫だ違ううん太ってるね確かにこれ1 5キロは相当だよしっりしてるねでもやっぱ顔はこう、うん、太んない猫って顔あんまり太ってないけど、うん、やっぱりこの太ってた時の方が険しい顔はしてるよね,んね <laughs> しんどいよね、うん、絶対というかだからまあ保護猫だったんで<ぁ>、うん、なんボス猫的な存在だったんじゃないですかああそういうのはあんのか、うん、だってもう本当に 修羅場をくくり抜けてきたみたいな。鋭い。顔してますよ、この目がね。うん。そボス猫だってバんのかな好きなもん、好きなだけ食べれてとか。みたいなことなんじゃないですかああ。だから、思ってるでしょうね。えその、今ね、保護されてない野良猫たちは。うん。変わっちまったなって。うん。あ、出た。うん。ああ。そう。あいつも変われちまったなって。その理論、なんか前も言ってましたよね。はい。なんか。 言われてますよその牙が抜けちまったみたいなそうみたいなだってこの痩せた方の顔見てくださいはいホワンとした顔ちょっとしてるかなまあ分かんないけどね優しくなってんのかないやこれはもう書かれてますよだいぶ SNS とかにあいつは変わっちまったって昔のあいつはもういなくなっちまったって誰が書いてますか猫が猫の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  SNS に書いてますこれ野良猫たちが でもそんなのも気にしなくていいから、ブロンソンね。取り合わなくていいぞ、そんな奴ら。もう切り離していい奴らなんだから。そんな奴らの言ってることは全部ひがみなんだからな。うん。そんな奴ら、相手にすんな。頑張れ違う違う違う。さっきまで保護猫って言ってたぞ。次の瞬間にも。 相手にそんなって言ってますけどブローソン<あ>ブローソン、そんな野良猫たちなんか相手にすんなよなブロンソンも<う>お前は、も,すごいもう高みを目指せるんだ <laughs> 頑張れブロンソン応援してくだい <laughs> ブロンソン応援隊 ご自身の経験なんですかそのなんか深夜出て今昼出てとかそういう私はもう変わってないですね応援してないですねブロンさんいやいや全部いいんですいいんですねブロスさんははい応援してますんで頑張ってください頑張ってくださいということで早速参りましょう